皆さん、こんばんは。ね、ということで新年ということで皆さんお待たせしました。こちらドンキホーテアダルの時間やでー。ねえ、じゃあ行くよ早速。ドドン、今自分が何階にいるかわからなくなるときあるよね。おーい、どんな店やねん。ドンキホーテドンキホーテのマスコットキャラクター2人いて、男の子はドンペン、女の子は名前がドンコって言うねって。ドンコって、ね、知らんてか。いや、悲しいわ。行きましょう。はい、次行くよ。ドドン。床に落ちてる商品、もはや店員さんすら拾わないよね。おい、どんな店やねん。ドンキホーテ、の性格は前向きで明るい。ドンコはね、あの性格も何もかも謎のベールに包まれてるんだって。知らんてか。俺も知らん。ね、いいよいいよ。オッケー、じゃあ行くよ。ドドン。レジの行列燃えば、どんな店やねん。ドンキホーテ、ドンドンドン、ドンキドンキ。まだまだいでよ、ドンキホーテ。ドンキホーテ、ドンキホーテ、ドンキホーテ、ドンキホーテ。Ha ha ha!